チュバシ人は、ロシア連邦、チュバシ共和国を中心に居住する、テュルク系民族。チュバシ人とも呼ばれる。総人口の約半数に相当する90万人が、チュバシ共和国に居住しており、共和国内の多数派を占める。その他、タタールスタン共和国、バシコルトスタン共和国、サマラ州、ウリアノフスク州、チュメニ州、ケメロボ州、オレンブルク州、 モスクワ州、クラスノヤルスク地方、カザフスタン、ウクライナなどにも住民が存在する。トゥルク諸語の中で得意な特徴を持つチュバシ語を母語とするが、大二子供としてロシア語やタタール語を話す者も,も多い。ムスリムが多いトゥルク系民族では、例外的に住民の大半が正教の信徒である。チュバシ人の少年たち言語的特徴から、三つの回集団に分類される。 チュバシ人の祖先は、10世紀に、ブルガール人の内ボルガブルガール国を建国した、ボルガブルガール系のスワル部族、サービル部族に遡ると考えられている。モンゴルによる、ボルガ地域の征服後、ブルガール人の一部は、北方のフィンウゴル系諸民族と根結して、15世紀から16世紀、頃に、現在のチュバシ人の原型が形成されたとみられる。チュバ人は、15世紀に、 火山半国の支配下に置かれ、イスラーム化した一部は、現在のタタール人と同化したとされる。そのために、人種は元来はモンゴロイドであったが、現在は、コーカソイド要素が濃厚な混合種族に属する。16世紀に、チュバ市人の居住地域は、ロシア帝国に征服され、住民の生協への改修が進んだ。1871年には、キリル文字を使った。 チュバシ語の聖書法が制定され、チュバシ人知識人層が形成されるようになった。19世紀後半のロシア東洋学の発展により、古代のブルガール語がチュバシ語と禁煙であることが明らかとなると、チュバシ人知識人の間で、自らの民族起源をボルガブルガール国に求める意識が高まった。一方で、1940年代のソ連民族学では、ブルガール人の子孫を、 タタール人に同定し、チュバシ人の民族起源をフィンウゴル系先住民族に位置づける学説が主流となった。こうした学説の背景には、ボルガブルガール国をソ連領内で自制的に発展した民族集団として位置づけ、征服者であるモンゴル帝国の系府をソ連邦内諸民族の民族起源説から排除する政治的な意図があった。これに反発した バ橋人知識人は、ブルガール起源説を発展させ、1970年代には、タタール人知識人との間で、ブルガールの後継民族をめぐる、民族起源論争を繰り広げた。ありがとうございます。